はい、大楽克実です。大楽克実のピアノ塾第13回目でございます。今日はですね、アルペッジョ、分散和音ですね、分散和音の基本的な弾き方、これについてですね、今日はやってみたいと思います。それでは始めます。ですね、アルペッジョの、まず指使い、例えばこれドミソド、この場合1、2、3、5と使いますけど、第1展開になると1、2、4、5なんです。で、第2展開で、これはまた基本形に戻りますから、基本形が3、1と2が4の指使いを使うんですね。で、最近よく見られるのは、この第2展開に3の指を使う方がいらっしゃるんですね。これ、まあ別にいいんですけど、弾きにくい。こっちの3を挟んだ方が重心が真ん中にあるので安定します。だからなるべく、第1展開、第2展開は4の指をお使いになった方がいいと思います。これはもう何調でも一緒です。その癖をつけていただけるといいと思います。で、いよいよ弾き方ですけれども、その弾き方は今度はアルペジオを弾くときには、まあ、ベートーベンであってもバッハであってもショパンであってもですね、早いパッセージ、遅いパッセージと2つに分かれますよね。で、遅いパッセージの時はだいたいペダルを踏むんです。で、ショパンなんかの場合は最初から踏んでも構わないし、バッハの場合はでちょっとだけしか使う、まあ、その使い方が音と音をつなぐ役目とハーモニーを聞かせる役目と2つありますから、ペダルにはね、まあ、それでもうそのこのアルペジオはペダルを使って弾くんですね。で、ペダルを使わないで弾くの速いパッセージ、そのパッセージです。で、速いパッセージを弾くときによく見られるのが、これなんか粉になってのありますよね、人いますよね。あれはもう ああいう弾き方をするともう本当に絶対弾けないです。これ絶対に弾けませんね。一生かかっても弾けないと思います。で、これをですね、直すにはですね、こっちのちょっと左手でやりますけど、次1の指いくんですが、この返す前の音、これをこう倒してみる。そうするとこっちが見えますよね。見えっていうことは、これ親指がこっちの方に寄っていくんですね。もうミの、もう同じぐらい、それで同じぐらいになったら今度切れていく。そうすると、まあ、全くこれ切れたら分かりませんでしたもんね、うん、そういうふうに弾くと腕も動かさないし、指も、ね、手の形も動かさないで済むんですね。で、登っていくときは肘が、ね、こっちの体のそばにこういくわけですね。いきますよね。降りてくるときは今度肘を張ります。これね、同じ形で降りてこない、これ無理ですから。で、親指は傾けて、こういうので。で、今度降りてくるときは何が大事かって、その今、張りますよねって言いましたよね。で、その境目が難しいね。これ、音を押してからこうやってもダメなんです。その前の音。こういってバイオリンとか弦楽器のボーイングなんですね、これね、ボーイング、ね、弓の声、それをイメージして、この頂点の音で、頂点の前の音からそのこれを開始する、行動開始です。そういうふうにするとスムースにこうつながるようになりますね。ということでございますね。アルペジオの基本的な、一番基本的な指の持っていき方はこれでございますということです。はい、いかがでございましたでしょうか。アルペッジョの基本的な弾き方でございましたね。こんな弾き方がアルペッジョなんて思われた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ぜひですね、参考にしていただけるとありがたいですね。ということで、今日はこの辺で終わりますが、チャンネル登録とコメントの方もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。Thank you.